ということで、僕が今まで使ってたこの XTR のこの、まあ、普通のだから 3mm 短くないシャフトの、ペダルをちょ中古で販売します。左右セットで、1万円で販売するので、もし欲しい人は、公式 LINE にお問い合わせお待ちしてます。早いもん勝ちです。なくなり次第終了です。はい、で今回の動画は、このお店の近くに、美味しいねベーグル屋さんがあるんですよ。そのベーグル屋さんの場所と、あとマウンテンバイクにビンディングペダルはありなのかなしなのか、まあありなんですけど、じゃあありだったらどうした方がいいかっていう動画をに今回します。はい、いやさっきねちょっと広島信用金庫の F さんから電話があってですね、なんと車は買えないことになりました。はい、じゃあ今の僕の顔を今映します。車買えなかったです。だからまあちょっとねもう切り替えて、もう、まあ、いつかねやっぱりポルシェを車用車にしたいと思うんで、まあでもそれがね時代的に合ってるかどうかわかんないですけどね、やっぱり車は買うもんじゃなくて借りるものがいいかもしれないし、知れないし、まあレンタルだったらねいつでも新車買えるし、維持費ねそんなにかからないし、まあイベント行くんだったら大きいハイエースのワイドボディ借りてイベント行こうかなって、まあ、そういう感じです。はい、まあ、それがね僕の中で一番、まあ、経費も削減でできるし、その浮いた経費をまた皆さんに還元できればいいかなと思ってます。はい、という悲しい話でした。いや悲しくない、チャンスチャンスです。はい、それでは本編ご覧ください。おはようございます、エレマントサイクルです。もうね店が狭すぎて毎日イライラします。今日は5月の8日です。ゴールデンウィーク明けてみんな多分ね、ああ仕事かって思うじゃないですか。なんとね今日小林くんのね、千葉の小林くんスコット入荷したんでね、今日から組んでいきます。はい、その他まあ部品がちょっと、ね、入荷してないものもいくつかあって、まだ今受けてるリドレーね、これがちょっとできてないんですけど、まあ、今週中にできるかなと思います。はい、なかなかねうまくいかないですね。はい、今日は今日こんな感じでした。ちょっとダウンが厚かったかな。実はっていうとあれですけど、実はでもないけど、こっからね 200m 向こう側にあれが出てる、名前が出てる、ケーキじゃなくてワッフルじゃなくて、なんかねスコーンじゃなくて、まあとにかくそれのちょっと名前が、美味しいお店が、美味しいと言われてるお店があるんで、そこに行ってみます。それとちょっとヒルクライム対決するためにちょっとトレーニングマウンテンバイクでやろうかなと思って、そのマウンテンバイクのにまあビンディングつけましたっていうその動画になります。ちょっとまずちょっとね、なんだっけ、あそこに行きます、お店に。はい、ちょっとねマジで名前が、食べ物の名前が思い出せないんですけど、まあ行けばわかるさということで今から行きます。いや雨が降ってきたくれたおかげで緑が若々しくなってます。水やれよってね。今日からマウンテンバイクはビンディングペダルとビンディングシューズにしました。やっぱりね僕はこっちのが好きなので、よっしゃ行きます。ここからね100m ぐらいです。こっちから行こうか。あやっぱいいわ、ビンディングいいわ。思い出した、食べ物の名前思い出しました。ベーグルです。ベーグルね、ここのね丸食あります。
多分エレファンサイクル来るときにここに車止めてる人もいると思いますけど、やめてくださいね。ここの信号を右に曲がったらベーグル屋さんがあります。ちょっとね、やっぱマウンテンバイクポジションが合ってなくて、ステムが短いのとハンドルが狭い。あと2センチぐらい広くしたいですね、左右ね。ステムはあと1センチ広くしたい。そもそもね、開いてるのかどうか分かんない。確認してない。あ、今日閉まってました。あ、サンデーとマンデークローズでした。はい、ということでここです、はい。なんかね、菓子パンよりもベーグルの方が太らないっていう話をこの前 YouTube で見たんで、ちょっとベーグルハマってみようかなと思います。はい、今日はあのマウンテンバイクのちょっとポジションチェックで山本周辺5キロぐらい漕いでみようと思います。あ、やべえ、郵便局行くの忘れた。さあ、ここの横断歩道渡れるでしょうか。渡れるでしょうか。闇を渡るの。ここはね、クリーニング屋もあって、なんかカフェっぽいのがあって、焼肉屋さんがあって、コーヒー、ランチ、クリーニング屋さん、スーパー、もう何でもあります。でマウンテンバイクのビンディングするときに今気をつけていることがあって、あのロードバイクよりもこのね、ペダルの幅がねちょっと広いんですよ。だからもしビンディングあるんだったら、まあ3ミリか4ミリぐらいシャフトが短いやつにした方がいいと思います。昔それ知らなくてビンディングやってて膝をね痛めて半年間治らなかったので、やっぱね、シビアな人はマウンテンバイクにビンディングするなら、あのやっぱりね、マウンテンバイクの方が Q ファクターってね、ちょっと広いんですよ。はい、うん、もうね、今この女性専用パーソナルジムというところがあったんですけど、あそこも一応ね、エレファントサイクルの物件の候補でした。あそこはやめました。なぜか渋滞がすごいから、この。はい、戻ってきました。なんかね、これ最近、僕足でかくなったのかな？なんかクオックの靴がね、ちょっときついんですよ。でも US10 だもんな。もしかしたらこの靴、中古で出すかもしれないんで。まだ3ヶ月ぐらいしか履いてないけど、なんかね、フィット感が良すぎて、なんかきついのかきつくなるかって勘違いするっていうか、この先端がねちょっと丸くなってて、こうね、こう噛めるっていうか、なんかそういう感じで踏ん張れるんですよ。で、新しいグランツアラーの新しいやつはダイヤルが2個あるから、よりこっちもホールド性があるから、ちょっとワンサイズ大きいサイズにしてみようかな、ちょっとね今悩んでます。だからこのビンディングをねつけて、なんかねマイナス3ミリの XTR 頼んでて、それがどうやらもう入荷したっぽいんで、昨日出したのに今日入荷でおかしいでしょ。入荷したっぽいんで、多分ね営業さんがね隠し持ってたんでしょうね。まあ、それをつけて今回、まあ、8月に開催される千畳敷のカンカンフェスタ、もしね開催されればこれで出ます。あとポジションがちょっと悪いんで、ハンドルちょっと長くして、左右に2センチぐらい長くして、ステムをまあ今8センチなんで9センチにすれば、
まあ、僕のベストポジションかなと思います。あとサスペンションセッティングしてドロッパーはひとまずつけなくていいかなと。なんかねドロッパーねこうガタガタするじゃないですか。なんかねガタガタするの嫌なんで、ガタガタしてんじゃねえよって嫌なんで、ひとまずこの感じで乗っていこうと思います。まあ、もしスコットのマウンテンバイク購入検討の方はこの現物が見れるので、はい、ご予定持ちます。でもし見に来るときはできれば2日ぐらい前に行くって言ってもらえば、もしかしてこれどっか別の場所にあるかもしれないんで、あの家に持って帰ってたりとか秘密の場所にあるかもしれないんで、もしどうしても見たい方は事前にご連絡を待ちてます。はい、はい、じゃあ、あの僕が車を買えなかったという今日記念すべき日なんで、今日はねパーッとなんかしたいと思います。はい、じゃあ終わります。はい。